国語研の国際化の取り組みにつきまして国際連休室から発表いたします国語研の国際事業には大きく言いまして3つの大きな柱があります1つが人的交流2つ目が機関間交流3つ目が国際発信です最初の人的交流には3つのカテゴリーがあります1つは海外の優れた研究者を 国語研に、えー、招聘する客員教員教の制度2つ目が海外の研究者が、えー、サバテカルであるいはフェローシップをもらって極、えー、語圏に滞在する外来研究員の制度そして3つ目が、えー、海外の大学院の大学院生たちが国語圏に来て国語圏の教員の指導を受ける、えー、特別共同利用研究員の制度です。 二つ目の機関間交流といいますのは国際学術交流協定に基づく交流であります現在オックスフォード大学ソウル大学ハワイ大学等合計15の海外の機関と協定を結び,き結びまして合同のシンポジウム等を開催しています三つ目の国際発信には 合計 4, 4種類の企画がございます国際発信事業の一つ目が国際シンポジウムですこれには2つのタイプがあります自分たちの成果を発表する研究成果発表タイプと毎年あるいは数年おきに海外で開催されている国際会議を日本に誘致するタイプですいずれのタイプでも日本の研究者に 研究成果の発表の機会を提供しそして海外の研究者との交流を促進することを目的としています合計しますと年に56件の国際シンポジウムを企画実施しています2つ目の国際発信事業が海外でのイベントですそれも3種類あります大学院生を対象とした海外チュートリアル日本語教師を対象とした日本語教師セミナー そして大学院生日本語教師の両方対象にした日本語学の講習会ですいずれの企画におきましても日本の研究の最先端のもの成果を海外の研究者に伝えるというものであります国際発信事業の三つ目が国際出版ですこれは日本の優れた研究を海外の出版社から英語で 出版するというものですその中核をなしていますのがドイツのデグロイトアムートン社との協定に基づくムートンハンドブックス全12巻になります2012年に始まりましたこのシリーズでは日本語を中心に琉球語アイヌ語も含めて研究の成果を英語で発信しています現在まで合計8巻出版されました ムートン・ハンブックス以外でもムートン社との新しい協定に基づくムートン・人情ライブ・ライングスティックスのシリーズが昨年始まりました、えー、さらには海外の出版社との個別の契約に基づく論文集の出版そして、えー、海外の国際誌における特集号の出版等があります 過去数年間にはこのようなタイトルが海外の出版社から出版されています国語圏の国際発信事業の最後としまして先駆的名論文の翻訳シリーズを上げることができますこれは2018年に始まりましたもので、えー、日本語の優れた研究を英訳してウェブ公開しようというものです 2018年度にはここに挙げています8つのタイトルが英語に翻訳されそしてウェブで公開されております以上国語圏の国際事業を人的交流機関間交流国際発信の3つの柱につきまして説明いたしました詳細につきましてはここのウェブサイトに掲載されていますのでご覧くださいご清聴ありがとうございました